これはある日のボンボンスタジオでの出来事。のびちゃん。はい。何ですか？あ、この前頼んどいたさ、はい、脚本お願いしていい？あ、OK です。うん。あ、のびちゃん。はい。この前頼んどいた例の件、はい、どうなった？あ、さっき LINE で送りましたよ。あ、マジ？はい。あ、OKOKOK。はい。あ、のびちゃん。はい。ちょっとコーヒー取って。コーヒー。はい。あ、ありがとう。はい。あ、もういいよ。はい。あ、のびちゃん。はい。ホチキス取って。ホチキス。うん。はい。あ、ありがとう、ありがとう。あ、いいよ、もう。使わないんですね。のびちゃん。はい。あれ、なんだっけ、忘れちゃった。はあ、もうヨッチさんが何回も何回も呼んでくるから今日疲れちゃったよ。ドミちゃん、次フライヤー企画の撮影するから準備しといてや。はい。あ、いいこと思いついちゃった。じゃあやってっか。うん。ふふふ、この撮影中にあのフライヤーで火傷したふりをしてヨッチさんにこき使われないようにするという作戦。のびちゃん、お菓子食べたい？はいはいはい。これ甘いから無理。はい。あ、これないよ。なぜ？じゃあやって。あ、これ食べてくれよ。あ、オッケー。じゃあ行くぞ。うん。おぉ、すげえじゃん。すげえ、めっちゃ気泡で出るやん。うん。これ美味しいかな？いや、どうやろうな、甘いんちゃう？先食べてよ。いや、マジで？いや、ヨッチ食べや。いや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 いった、のびちゃんの。え？あっちぇ！大丈夫、のびちゃん？あんた早く気がさな、あんた大変だったので。大丈夫です。でも今日は念のため病院に行ってきてもいいですか？さあ、そうしな。もうここは俺たちが片しとくから。どうちゃん、本当にごめん。よしさん、そんな気にしないでください。二人ともありがとうございます。じゃあちょっと私先に失礼します。お疲れさん。お疲れ様です。はあ、ちょっと申し訳ないことしちゃったな。いや、でもヨッチさんのせいで疲れてるのは本当だし、ヨッチさんのせいで怪我したことにしていこうっと。じゃあ時間あるし、いっぱいゴロゴロしよう。明日も撮影ないしね。あ、やばい、昨日携帯いじりながら寝ちゃった。続いてのニュースです。昨日未明、あの人気 YouTuber ボンボン TV のリーダーのヨッチこと上杉陽介容疑者が逮捕されました。え、なんで？容疑は暴行罪で、同じメンバーであるドミちゃんに火傷をさせたということです。当時の状況を知っている方によると、いやー、これはやばいですね。はい、現場はひどい状況ですね。はい、100% ヨッチが悪いですとしか言いようがありませんね。はい、とのことでした。以上、今日のニュースでした。そんな、まさか逮捕までされるなんて。早く仕事場に行ってみんなに説明しなきゃ。開けてくださいよ。上杉さん、いるんでしょ？どうしてヤンキーがスタジオに？ん？あれ？あ、ドミちゃんじゃね？あの、被害者のさ、あのメンバーの被害に遭った。ドミちゃん、上杉くんがどこにいるか教えてくれる？え、警察に連れて行かれたんじゃ。いやいや、そんなわけないじゃん。お金持ちなんだし。お金払って、もう釈放されてるよ。僕たちにもちょっと分けてよ。
どいてください。あ、ちょっと。ドミちゃん、大変なことになってもうたで。え、どういうことですか？これ見てくれや。え、なんでこんな。暴行罪は罪が重い。でもってあんた大やけどや。そんなことしたら罰として、よっちは飛ばされたんや。ただ、私はちょっとヨッチさんが困ればいいと思っただけだったのに。緊急速報。突然、世界各国の山が順番に噴火し始めました。自家用ロケットを持っている方はすぐに宇宙へ逃げてください。皆さん、どうかご無事で。悪いことが立て続けにどうなってるんや。私のせいだ。え、ロビちゃん、皆さん、早く逃げてください。地球は危険です。早く。皆さんに言わなくてはならないことがあります。実は私、やけどしてないんです。皆さんのことを騙してしまって、そしてヨッチさんにひどいことをしてしまって本当にごめんなさい。ニュースで全世界に本当のことを話した後、私の日常は帰ってきた。ヨッチさん、おかえりなさい。ドミちゃん。はい。やけどしたなんて嘘ついて。はい、ごめんなさい。はい、あんた勘弁してよ。ドミちゃん、今日からスタジオの清掃担当だからね。はい。分かった。はい。分かった。はい。そういうグッテイもさ、ニュース俺見たよ。証言してたよね、俺のこと。100% 悪いとか言って。それはそれ、これはこれや。いい。二人とももう掃除当番任命。なんでよ。ずっと。ヨッチさんの小言も悪くない。そう思った一日でした。俺はひどい目にあったんだよ。いや、こうなったら。